山室雄信8月31日から2016年2月27日は日本の銀行家、教育者、三菱銀行副頭取を務めた後、財団法人国際教育振興会理事長、ダイヤモンドリース社長、会長、相談役、国際大学第四代理事長、東京府生まれ、父は山室宗武は日本陸軍の軍人、最終階級は、 陸軍中将。大東亜戦争の勃発した、前年の1940年7月、第7回日米学生会議では、宮沢貴一、山崎秀幸、戸辺俊博の3名と共に、日本側学生として参加。総務委員長を務めたが、特攻警察が、この国家非常時に、ケ党と一緒に騒ぎ立てるとは、何事かと叱責を受ける。 三菱銀行入港以来、八重洲口、ニューヨークの隠し店長、本店次長を経て調査、国際の両部長を歴任。三菱の国際化戦略を担当。東ドリレースを、伊吹和夫と争い。敗れると、ダイヤモンドリースの会長という官職についていたが、学校法人国際大学の理事長に就任。役員として任務に当たる。日系会社人名ファイル。 日本経済新聞社、1991年 P757、太平洋に架ける橋、日米戦うべからず、使用処方光人、社、1989年 P302、ありがとうございます。